曜レート安のイケメントあのー、何言ってんの？アイラブ北海道。アイラブ北海道。北海道好きなの？北海道行ったことないですけどね。あれなかったっけ？ないです。あ、そっか。社員旅行とかいいね。社員旅行ですよね。今日はね、急遽来たからさ、はい、企画がね。そうなんです。今日もともとヤスの企画で、うん、多分やるつもりだったんですけど。ちょっと飯入れてん。派手になったやろ、すごい。やばいな。わかるか。ヤスの企画、何やったやろね。そのまま受け継いだろうと思ってんけど、言ってもあの人毎回出るとき企画ないですけど、まあ、何しようかって言ったり、だから多分これヤスファンからするとさ、すごい残念があるよね。多分だって告知してないでしょ。俺やったらまた競馬やられんちゃうかなと思うもんな。もうだって後ろが競馬だから。そうなんですよ、うん、今日はかけるオーダーしてみたんですけどね。ちょっと立ってみて、今日のコーディネート。見える見えないですかこれ。見える見える。もう足太すぎて縛ってへんからね。やりましょう。やっとんだよ。やめよ、それはやめよ、うん、やそうと。かけるそんなパンツ持ってたの？いや、レイさんからもらいました。白に合わ。告知しようか、もう。はい。ね、あさって。あさって。ていうか覚えてほしいねんな。毎月20日はフェスタの日ってね、はい、でも来月は定休日なんやな。来月はまあ僕バースデーだからいいでしょ、うん、まあそうな、ね、今日早食いタイムでしようと思ってんけど、白年白年出勤前だからね。はい、来もう2日後はあのお客さんの感謝でみたいなのますね。あ、そうやね。楽しんでもらおうっていう、うん、楽しんでベロベロなんて買ってもらおう。ちょっと人生ミスかなでしょうね。でしょうねてかあの俺まず出るって言う前にあのナイトチューブに参加者のところに俺の名前入れるのやめてもらっていいですか。確定じゃねえか。俺早食いとか大食い見るのすんごい好きなよ、うん、なんてやろう、エロスを感じん大食いに。なんかでも食を食べてる姿って女の子とか見てる、まあ、惹かれるって言いますよ ねやらしい、うん、俺結構食べるからね、意外にずっと食べるかも、うん、話しかけなかったら食ってるこいつ。10からいける。10からいける。でなんかさ、俺結構辛いの好きやん。で、なんかかけるがこの間対抗してきて全く食われへんねんか。なんか彼は別に多分辛いもの苦手。だらしないから世界ナンバーワン、違う、ワースト1位やから ねワーストね、ワースト1位やから、ね、そうバレてるしね。っていうかこの間も写真出されたし。ほんまよ、ね、許可なしよ。許可なし、許可なしよ。俺とかなんかすげえ格好つけてる後ろで壁ドンされてるからね、うん、どんな体ワーストワンね、なりたいね。うん、でも逆にみんなね、そんないろんなホストよくあんな体引き締まってるんですよね、酒飲んでる。ジムとか行ってんじゃん。あの趣味に筋トレとか。ちょっとランニングとか絶対できないから。たこ焼き。たこ焼きにしよう。熱い。ちょっと夏だよ。かける、たこ焼き。買ってきて。今全国レートでパシンでやる、うん、ちょっとしょうがない、かけ、ちょっとたこ焼き買ってきてよ。そうそうそう、まあ、リアルに、うん、はい、リアルリアル。ちょっと あもう結構後で渡すから。そうそうそう、早くどないやね。あの最悪ロシアンでもいいや。うん、ロシアンでもいいや。ロシアンとか早く。そうそうそう、いやもうダッシュでそんな着替えてる暇ないから早くロシアン早食いいいね。ロシアン早食いとかも地獄だけどね、うん、何ロシアン早食いって全部ロシアン。そうそう、うん、いやマジでやろう。倍以上の値段するけど。え、でも5分ぐらいできるよね。まあ多分いけるでしょう。しんちゃん今日ハゲてない。確かにハゲてる。ここあ、てか俺ヤバくない。ここヤバい。どうしたん。ハゲてるわ、ストレスだわ。原因あなたくらいじゃないですか多分。常にいじられてる。どうしたんそれ。え、10ハゲマジじゃん。薄くなってない。どこ
ここハゲてるよ。ハゲてるよ。これダメだです。これダメです。絶対しょうちゅう。ガチなやつ。ガチでハゲてるやつ。円形脱毛症やん。え、これマジで？うん、マジやな。すごい派手なストレス抱えてんだろうね。やったわ。まあでも円形やったらすぐ治るやん。あ、そうなんすか。うん、円形すぐ治るよ。俺も全然ここら辺などうだあるの。あの、え、ストレスで。うん。何のストレス与えられたんですか逆に。ストレス。ストレスなんかある？ヒゲのあの市長さんの意識、うん、円形すぐ治るよ。大体今のご時世ハゲたところで、うん、どないかしらなんかねあるもんね。いけるでしょう。なんか大体病院行けば治るですよ。ちなみに毛根は大丈夫。俺死んでるやろな。多分まあ僕たちはもう死んでるでしょうね。スプレーあのシャンプーするとき、うん、めっちゃやろうなあかんすね。シカップアデランスね。アデランス注射しよう。注射って何、何の注射ですか。この思い花となれ。去年じゃん。分からん。あ、違うな。2016年5月10日。あ、最今年のやつや。今日、いや、明日か。ちなみにこれゴールドチップじゃん、じゃん。ほら。うん、メッシュめっちゃ細くない。もうでもおらんよね、歌舞伎町になんかそのメッシュ入れてる人とか。なんかビジュアル系の方ぐらいじゃないですか。もうガッツリバってやってる。でも毎日やってたらやばいよな。多分自分でセットしても変わらんぐらい多分痛むと思うんですけどね。注射で治るよ。な、何が円形、円形治る。聞いたことない。髪の毛なくなるだけですごい印象変わる。この間の写真おもろかったね。あれはおもろですね。レイさん今何歳。31になった。お、来年に、うん、ちょっと過ぎちゃった。イケメントーク1時間やってほしい。競馬したいねんけどな。かけるはちょっとあのたこ焼きの方買いに行っちゃった、はい、そう。最近昔のホストめっちゃ好きなんさ。あのホストドキュメンタリーあるやん。あれですね。あの楓ジューダとかさ、売り上げバトルしてるやつとか。あれよう流せるっすけど。だから俺も襟足とか伸ばしてんねん。やっぱり見た目か、うん、あ、そうそう、りょうさんとかね。昔のホストみたいな髪型してるっすもんね。うん、昔のホストの方がなんかキラキラしてる。ザ・ホストみたいな。ギラギラしてる。今なんかゆったりやん。もうね、たまにカフェ感覚でおいでやってどないなことになる。どうなんでしょうね。一番誰が好きなんですか昔のホストは。俺一条誠かな。スーパー男前やん。かっこいいですね。あの方もやっちゃってるんですか。やっちゃってるんですか。いや、分からへん。そうそうそう、新水優のちょっとほんまに宝塚記念の服はげてない。やばいっしょこれでもね、たこ焼きできてるで、ここすごい。このぐらいまで髪の毛あっても急に短くしたんで、ね、うん、タコさん、タコ、タコさん、いや、ハゲやんこことここハゲてるやん。いや、ここはもう刈り上げてる部分なんだ、伸ばしてるわ。ハゲる。そうそう。あー、もう白髪がね、最近増えてきたんだね、欲しいかな。黒髪だとね。てか、見てる人って何してほしいんやろな。俺いつも企画考えるときに思うさ。今日も考えとってん。3分クッキングやろうと思ってて。でも3分で終わるやん。まあ30分の尺っすね。まあ10回やりゃいい話じゃないけど。言ったら1人3分。ロトキック対決いいね。うん、すぐ、早いなお前。てか何着替えてんの早っ。どうしたん、着替えんなよ。ひも、あ、今日はかける七変化やからね。ああ、そう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 。めっちゃ早くね、着替えんの。うん、いつ着替えたんやろ。え、マスク、ひも、うん、お前別に白パンは隠さなくていいだろ。ちょっと早くこれ着て。せっかくもらってんだよ。それで出てきて、すごいすごい。すごい今の。すごい。なんで白パンちょっと恥ずかしいんだよって。あ、ちょっといいから早く。早く。これまでいい。うん、これまでいい。はい。お前せっかくもらった白パン恥ずかしい。かける七変化やからね。ちょっと、はい、ファッションだけ。はい、ちょっと立って。あ、はい。あの、もじもじくんの白バージョン。お前もじもじくんの白バージョン。何が面白いって、お前歌舞伎町だったらこっからどないや近いのに、なんでファミリーマートで買ってきたん。わけわからん。ただの普通のたこ焼き食うだけ。なんでファミマな。なんでファミマ。ぐちゃぐちゃだし。うん、だししてきたんで。すごい。なんでファミマな。どないやでよくない。ね、これなんでファミマ。髪は、いや一番近かったから。そういうところとりあえず、ね、早食いしようか、みんなで。あ、でもタバスコあるから。
ちょっとタバスコ、バレてるじゃん。ロシアンたこ焼きやろうぜ。ロシアンたこ焼きやろう。ロシアンなんですかこれ。え？ロシアンね。分かっててロシアン。つら？島村やんって来てるで。あ、これ。島村なんですかね。そう、島村。1980円。てか逆によく覚えててくれてるよねこれ。どうやってやる？どうやってやろう？ちょっととりあえず1個開ける。1個開けます。開けてみて。これも開ける。これデスソースだったらかける休んじゃうからな。そうっすね。やばいから。とりあえずロシアンやろうか。ロシアンやります。うん。ソースつける人、まあ、つけるでしょう。ああ、なるほどね。てか逆にこれでロシアンやるんだったらソースつけなかったら匂いでわかるし。で、シャレちゃだな。お釣り箱にいくつある。とりあえずタバスコかけようか。全部か。ちょっとかける、あっち向いてて。はい。ちょっとね、かける、見たらあかんよ。はい。かける、見たらあかんで。はい。見たらあかん。ソースかけますよね。うん、ソースはかけん。かける、見たらあかんで。ロシアン。ロシアン。オッケー。はい。はい。このまま閉じてればいいですかね。え、このまま目閉じてればいいですか。うん、このまま閉じてて。はい。ちょっと待ってね。見たらあかんで。はい。はい、これカメラよろすかね。おいしそう。くせ。こう、え、こういう状態になってる。はい、こういう状態です。ソースなし。ソースなし。ソースなし。ソースやったら分かっちゃうもんね。逆にね。そうそうそう。もうね。何番目がいい？左からとか。左の3番目で。左から3番目。これか。はい、いいとこ行くね。あ、いいとこ行ったね。はい、足。どう？まずい。まずい。まずい。次何番目行く？はい。まず行きます。次2番目行く？2番目行きましょう。2番目行こうか。はい。はい、これさ、見てる人完全にただのいじめよね。酸っぱ。酸っぱい？酸っぱい。タバスコ味だよ。美味しくないですね。うん。さ。はい。全然盛り上がらない。ちょっと全然汗だくやん。汗だくやんか。あ、一味唐辛子かけよう。ここにあるから。一味唐辛子。あれ一味じゃないの。あれは一味唐辛子。一味じゃないんじゃね。あ、違うか。その辺あるでしょ。とりあえず使い切ろ。はい。デスソースはないかな。早食いしようぜ。早食い。いいっすね。何？早食い対決しちゃおう。俺だって俺らやっぱ体型に不利あるやん。かけると違って俺らこっち来るからさ、かけるこっち、あのこのですで早食い勝負しよう。マジでやろう。でも普通に食えてたよねお前ね。すごいなって。かける太ってるっていうか、お腹空いてる。空いてますね。あ、空いてるのか。ご飯食べてないのね。じゃあちょうどいい勝負やね。俺ら二人で勝負するからね。はい。で一人猫舌いるからね。猫舌今日1個食べてねえから、2個食べてねえから不利やんか俺ら。まあ2人やからな俺ら。まあ、ね、あ、そっか。ちょっと待ってね。これソースはいらないでしょ。いらんか、はい、このままでいこうか。ほんまにな、はい、よし。はい、負けたら罰ゲームな。はい。で、もう罰ゲームの品使い果たしてるけどこれ。よーい、スタート。うん、味がないな、うん、ちゃんと完食したとこ。お、完食した、うん、おー、うん、まっ、美味しかった。うん、うん、美味しかったね。結構、うん、味なくてもね、別にソースなくてもいけるでしょ。やっぱでもドナエアが良かったね。でしょうね。うん、ドナエアが良かった。風味感がすごいからね。どう、辛かった？なんかちょっと辛かったね。タコ入ってなかった。ちょっとね、うん、まだ CM の明けはもう一回。そうですね、はい、結構考えて CM で、はい。
ホストっていうのは日々の進化が大事だ。お前そろそろさ、寝たきりじゃねえか。特訓させてください。特訓だ。どんな能力が身につくのだろうか。どうも。はい、どうも。そうそう、ね、銀だこと、え、銀だこってめっちゃ美味しくない？カリッカリなやつ、あの揚げてる感じのたこ焼きですよね。かけるってあれやもんな、グルメやもんな、意外にね。すごい、そうです、結構ね、そうですね。ご飯ばっか、美味しいものばっか食べて、美味しいものばっかり食べてるね、かけるは。俺ちょ、居酒屋だけですかね。うん、俺居酒屋だけ、はい、俺あこ、養老の滝、うん、はい、大好きですね、ほんまに。なんかあのモテる本にも書いてたよ、自分のホームに読み込めって。なんか変なおしゃれなとこ行ってさ、俺らあたふたするとするでしょうね。なんか女の子も絶対来たことないやんってなるやん、うん、あ、24時間ですね、全然大体朝方飲んでるっすもん ね。だからなんかその行き慣れたところに行けって書いてたから、その通りにしてるだけかな。相席居酒屋とか俺一回行ったことあるわ。どうなんですか、どんな場所なんですか、あれは。あのうちの大吾っていう人と二人で行って、はい、一生変なババアと喋ってた。あれなんか相席居酒屋の店員が見るらしいですけど、ね、あ、この人たちこの人当てときゃいいみたいな、うん、あ、そうなの、っていうことでババア行かれたんでしょ。じゃあ俺が東京来たとか往復してる時やわ、ちょうど大阪と。ああ、うん、まだ完全こっちじゃないってことですね。そうそうそう。逆にちょっと気になるの、最近逆に金くれよと思ったもんな。接客で終わったよ。じゃあ何なら飯食うとか酒飲むのに、あ、ご飯ないねん、普通になんかその一品系っていうか、全然あれアルプス、アルプス、あ、何回か行ったことある。そうなの、はい、この番組で俺よくラーメン屋の話するやんか。いや、するっすね。そうです、最近ラーメンの勉強してて、出したいの、店ん、じゃあラーメン屋やりたい、すごい本当に。ちなみにベースは何やラーメンですか。うん、大丈夫大丈夫、うん、はい、これは大丈夫、ラーメン。ベースは何味。最近でもどこか行きました、ラーメン屋歌舞伎町。俺ナギが好きやね、すごい。あの煮干し、そうそう、うん、煮干しね。なんかさ、ラーメンって今日うまいラーメンじゃないやん。うまっ、まあやめとこうか。ブログ、それブログに書いてたでしょ、うん、最近ブログ、ラーメンブログみたいになってるもん。食レポなんですか。なんかしじみラーメン夏とかやったらめっちゃ行くぞ。あ、高橋って俺今日さ、あのサイトで美味しいラーメン屋さんパート調べてたら出てたよ、確か。あご、トビウオかなんかの、トビウオ、タチウオとかじゃなくて、うん、トビウオか、トビウオの焼きあごですかね。うん、大丈夫大丈夫、そこまで、大丈夫そこまで、うん、焼きあごってこと。焼きあご、あごだし。で汗落ちなんで汗滴ってんの、何やったん。プールでも行った。三階堂さんかけるいじって。もうね、いじりすぎてもうないよね、もうね。出勤した時点でいじってる。そう。ちょっとなんかじゃんけど、なんで赤いん。ちょっと面白いなんで。三階堂さん。三階堂さん。三階堂さんね。五階堂さん。もうかけるいじりはもういいやつ。三階堂さん。三階堂さんハゲてるからな。そう、かけるいない時俺ハゲ。いや、ちょっとかけるくんおとなしいって。そうですね、やばい。いや、一応今日急遽あったから出る人が急遽おらんやんか。そうなんですよね、大体みんなあの予定とかあって忙しいから。俺も悩んだあげく暇な二人を呼んだっていう、ね、やめてくれる。大体余ってるやん、いつも。用事あったかもしれない。もしかしたら。じゃ逆に想像して、俺になんてこの二人で出て喋ってないからね、汗しか書いてないから。そうですね、すごいよ、もうここら辺が。でも天才よな、全く一言も喋らず汗だけかいてるっていう。ちょっと分かんないしね、画面で。あ、そうそう、辛いのまだ、そうよね、まだ辛い、まあ、ちょっと余韻が残ってますね。お前完全に運動した後みたいになってるから。ちょ、腹筋ほんとな、すごいすごい、す
ごい。すごいよ。ほら。お前、ファンデ塗ってんの？ベトベトやもん。めちゃめちゃやん。すごい。かけるくん、メロンパンの歌歌って。はい、メロンパンの歌。かけるくんね。え、メロンパンの歌歌うの？かけるって。聞いたことない。見たい見たい。うん。見たい見たい。メロンパンどうした？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 メロンパン。メロンパンの歌。ちょっとかけるアピールした方がいいんじゃないのか、ね、期待の新星やろ俺の。だから自己紹介ないよ、自己紹介、うん、自己紹介ちゃんと名前からちゃんとしてこ、名前から言おう。はいはい、天谷かけるです。あ、もっと面白く、はい、面白く、もっと面白く、はい早く、ラララメロンパン、そしてメロンパンは好きですね、好きだね、ステージ面白く、早く紹介、自己紹介、はい、自己紹介、うん、自己紹介でこっちに求めることある、逆にえって何で、なんかあんだろ、ね、なんで俺がお前の自己紹介してなんか、まあでも得意じゃないですか、いつも一緒にいるんで、はい、フランスパン、フランスパン、フランスパン、汗かいてきたほんまに、冷や汗かいてきた、冷や汗かいてきた、お前がもらうんかい、フランスパンにフランス、あね、かけるホストだね、はい、今確認取られてるからね、うん、パンはちなみに好きなの？パンは好きですね、大丈夫、はい、オッケー、大好きなんやね、パンね、一生パンだけ食べて、うん、初回いつしゃべ、初回ついて喋れるかっていうの、全然喋れるよね、初回の方がガンガン喋れるよね、なんででしょうね、あ、順番にカメラ目線で決め台詞かけるからいこう、あ、そういう順番ですか、うん、そうそうそう、アップで、アップでカメラを決めぜりふ、決めぜりふ、決めぜりふ、そう、そう、カメラだった、あ、いいね、あー、かっこいい、かける、こう見たらかっこいい、かっこいい、ちょっと汗バレるんじゃない、汗バレます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 、一回拭いとこ、一回拭かんと、汗が、ちゃんと拭いて、あー、このぐらいちょうどいいでしょ、汗と、ヒゲがすごい、やばい、はい、でも決めぜりふ、はい、決めぜりふ、イケメンって言われたからね、これ嬉しいですね、ありがとうございます、うん、そうですね、決め台詞、決め台詞、一発芸、一発芸もなった、決め台詞、今日きつ、決め台詞、一発決め台詞、決め台詞、ちょっと、ほら、ちょっと、出てこない、教えてんの、バレちゃってるってことだ、すげえ汗かいてるな、お前、コリン星から来たかけるだよーって言わすんすか、はい、はい、はい、お疲れ様でした。ね、来週もね、はい、来週はちゃんと企画を考えてね、やっぱ、うん、そうですね、すごい、はい、ひどかった、ひどいですね、しかも異常なまでの汗かいてたから今ね、多分今回見てる人多分ひどい回やなってなってそうそう、はい、一番ひどいでしょう、うん、はい、てか本当にあれやな、フェスタ来て、あさって感謝祭やからね、はい、そうですね、いろいろ景品なりと、私感謝されたいと思ったら来た方がいいよね、そうですね、大体、うん、カラオケ、あ、いいね、カラオケいいね、カラオケいいですね、カラオケいいね、メロンパンの歌歌って、メロンパンの歌歌って、そうですね、さっきのレ、なんかすごいからリクエストが、うん、お前の持ちネタで困るって言って知らないよこっち確かに俺もメロンパンの歌知らんから、ね、何言ってんの、そうそう、こっち知らんから、ね、ほら、じゃ歌ってみてよ、歌ってみて、はい、メロンパンにはメロンが入ってないです、はい、そんな感じだったっす、ちょっとタバコ吸ってくれやばいっすよ、メロン、なんていうの、もう一回聞いたことあると、最初から言わんとフランスパンにはフランスが入ってるとかじゃないか、フランスが入ってるかもね、うん、オッケーオッケー、シドの歌歌って急に、それこっちだよ、絶対こっちじゃないっすか、絶対こっちだよ、シドとかこっちじゃないっすか急にぶっ込まれるって嘘わからへんもん、分かってるから言ったらいかんの、嘘メロンパンの歌俺もちょっと欲しいねんけど、最初の出だしは何なの、メロンパンにはメロンが入ってないっていうことを言いたいだけだけなの、そうですね、まあ、歌じゃない、あ、振りはないの、前振りは、まあまあ、一番最初は、まあ、アンパンにはあんこが入ってるか入ってる、なんでそこ端折ったの、フランスパンにはフランスが入ってるってこと、フランスは入って、まあ、かもねで濁してって感じです、そんな感じのボケの説も説明のことしんでもないよこれね、フランスパンにフランスって入ってるもん、まあその入ってる感じの、友達に聞かせる感じはやっぱ夢のあるように、あれじゃないですか、ああなるほどね、やっぱ夢は
まあ、そのままですね、はい、なるほどね、そのままって言われてるからね、すごいね、ここまで場を静かにするホストもなかなかおらへんけどねひどい、卓上だったらこんなん笑ってるんですけど、ね、こんなん時は , 笑いましょう、こんなんはかけるってす、ね、俺、はい、モノクロのチューやって可愛い子ぶって言っても30歳は超えてる、うん、モノクロのチューってやばいな、ちょっと、はい、はいはいはい、31歳まだ変な柄の服着て痩せるから、ね、なんか今までナイト中国でこんだけ会話に困ることなかったよ、いや俺全然普通に楽しいけど、うん、2時間ぐらいいける、この感じですか、うん、2時間ぐらいいけるよ、じゃあ本当は競馬流したかったんけど、じゃあこの20分ぐらい、これはこれ明日の宣伝なんですか、このえ明日じゃないけど来週ないけど、あ来週、そうそう、あ違う、あそっか来週か、一応なんか宣伝書感とね、やっぱ俺の予想楽しみにしてくれてる人もいてるから、一回なんかそれで当てたでしょ、だって一回一番最初のやつは、うん、そうそう20万ぐらい当たったよな、すごっ、すごい、ね、それ持ってフェスタに、今年全く当たってないけど当たったって話聞いてないですね、うん、当たらない、予想せんとね、今年も当たらないなら来週は予想せんとね来週やつ出るんかな、多分今週出なかったから多分来週が休みになって、いや俺あれやりたかったよ本当は、目隠ししてどっちが美味しいかってやつ、あれしょ、どっちが高いやつかどっちが安いやつか、そうそう、それやるってケンピンと言ってたんやけど、はい、金しかかからないし、手間がすごい、すごいよね急には無理よ、で逆にその高いやつどこまで買いに行くのってなるよ、新宿にはあんまないでしょ、いやある、あうん全然あるよ、どこでもあるよあ1分前か、早いねやっぱ30分はね、はい、うん、まあ、ね、今回はこんな感じでした、はい、はい、まあ、ナイトチューブ見てくれたんですよね、先着3組無料、無料で4組にしようか、もう最悪いいじゃないですか、ね、最悪ね、地面増やしたところ、その企画今度やりますよ、全然、はい、ちょっと見たいけどね、はい、トンネルズの企画北なレトラン、あれ食わず嫌い、あ食わず嫌いか、もう最悪ここ机とか縦にすればいいんじゃない、こっちに、あ食わず嫌いいいね、いいですね、天才やね、448番の人 ね、大体多分みんな分かってないけど、いやそれやろう、うん、今度やってみましょう、うん、ということで、かけるとうん初回3組様、まだまだかける面白い人なんで、ぜひ、はい、喋ってる姿示してあげてください、はい、またね。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすがる。何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ。紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。